てめえは俺がぶっ潰す。ろくに相手はきついぜ、少々ばらけた方が勝率上々。ああyou
結局3人とも逃がしちまったけど、でもとりあえずこっちは片付いた。あとは B のおっちゃんとこだ。これで終わりだ。状態はやばい。気をつけろよ、ナルト。ナルト、好き勝手しやがって。
戦闘開始。なるほど、わしは他の美獣とは違う。そうなるのも何もなく緊張的に尻尾を振ったりはし、こんなことを語ろう。人間が語ることはいつも皆同じだ。わしはずっとお前のしてきたことを見てきた。だからお前も分かってるはずだ。お前がわしに何を語ろうとも無意味だ。本心は伝わってる。
遅くなって悪かったな。ヒーローってのは遅れて登場するもんだからよ。あの時も正しいかどうか見せてもらおうか。ああ、お前を倒してそれを証明してやる。あの時もガキは全てが簡単だと思ってる。だから馬鹿げた夢を平気で口にする。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。Thank you.
諦めろ。今まで通り見せてみろ。わしに可能性を感じさせてみろ。行動で示し証明しろ。それがお前だろう。ナルトめ、キュービの力を。戦闘開始。おい、はじめに言っておくが、この状態ゆっくりはしてられねえ。初めての美獣化でリンクは完璧じゃ。俺の持続時間はそう長くないと思う。十分。いかにキュービとはいえ、6体の美獣相手ではどうもできない。わしは力を甘く見やがって。へえ、そういうこと言えるのは最初だけだ。俺たちの力たっぷり見せて、度肝抜かせてやろうぜ。美獣玉撃った反動だな。奴らの動きが前よか鈍いぜ。まだチャンスだぞ、キュービ。うるせえ。八尾ごときはわしに命令するな。てめえ、美獣同士のテレパシー会話、それってレアだし、すっごいわ。